いいよは女性が男性を包む優しい言葉なんですね。はい、皆さんこんにちは、りゆきです。今日は男性を落とす魔法の言葉というお話をしていきたいと思います。皆さん、彼が皆さんに言われたい言葉ってご存知でしょうか？そんな言葉言われると彼は皆さんにメロメロになります。ですから今日はそんな男性が彼女に言われたい言葉をお話ししていきますね。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。ゆきさんこんばんは、ご相談があります。はい、こんばんは。私には好きな彼がいて、彼とは付き合っているんですが、そっけなかったりします。彼に振り向いてもらうために魔法の言葉はありますか？私は口下手なんで、男性が喜ぶような言葉はわからないんです。教えていただけたら幸いです、というご質問です。ありがとうございます。なるほど。視聴者の皆さんはどうですかね？男性が喜ぶ言葉ってご存知でしょうか？言葉って良くも悪くも相手の心に刺さりますからね。では愛しの彼がとても喜ぶ言葉ってどんな感じなんでしょうか？そんな言葉を使うことで皆さんは愛され女子になること間違いありません。ですから今日は彼が皆さんにメロメロになる言葉4選をお伝えしていきたいと思います。彼があなたにメロメロになる魔法の言葉4選です。まず1つ目です。1つ目は好きな女性が楽しい未来を描いている言葉になります。つまり皆さんが彼との未来を楽しんでいる言葉が男性にとって嬉しく感じるんです。例えば彼とどこかに遊びに行く約束をしている時、2人で遊びに行くところをイメージしながら気持ちを盛り上げて、そこで次の一言を言ってみてください。本当楽しみ。この楽しみという言葉は自分との未来を楽しみにしてくれているんだ、このように男性は嬉しくなるんです。またその日を楽しみにして明日から頑張るね、このような言葉もとても嬉しいですね。彼は皆さんを愛しく思います。男性は自分が愛する女性を楽しませているかどうか、幸せにしていると感じれると自信がついて嬉しくなるんです。ですが逆にいつも不満そうにしている女性とはいずれ一緒にいたくなくなります。なのでぜひ本当楽しみ、これを使ってみてください。これは男性にとって魔法の言葉ですね。なのでデート前にはぜひ連発して愛される女性を目指してください。そして2つ目です。2つ目はプレッシャーから解放される言葉になります。例えば一般的に女性は成功しているあなたが好きとか、稼いでいるあなたが好きとか、かっこいい顔のあなたが好きとか、このように言いますよね。男性はこういう言葉をかけられると嬉しいは嬉しいんです。ただですね、これはずっと言われ続けると同時にプレッシャーも感じるんですね。なぜなら俺って稼げないと好きになってもらえないんだとか、俺って失敗したら好きになってもらえないんだとか、俺って年取って顔が劣化したら好きになってもらえないんだという気持ちも湧いてきますからね。頑張らないとダメなんだとなってしまうわけです。男性の本音ですね。男性は褒めることと巷の恋愛本やネットなんかによく書いてますが、時にはそれがプレッシャーになってしまうわけです。男性はいつも調子いいわけではないですからね。でも逆にそんなにお金なくてもそんなあなたが好きとか、太っててもそんなあなたが好きとか、頼りなくてもそんなあなたが好き、この方がプレッシャーがより解放されて、より皆さんの愛を感じるんです。愛とは統合そのものをそのまま自分と一体化させるということです。つまりマイナスを愛に転換するんですね。すると男性は皆さんに愛を感じるわけです。女性が愛されたいのと同様に男性も皆さんに愛されたいんですよね。そして皆さんが愛を発信したら皆さんに愛が返ってきます。宇宙の法則では出したものが返ってきますから。ということで彼により愛されるプレッシャーを解放させる言葉、ぜひ参考にして彼に愛されてみてください。では3つ目です。3つ目はいいよという言葉です。男性はいいよっていう言葉に癒されるんです。なぜなら多くの男性は幼い頃から男の子なんだから強くなりなさいとか、男の子なんだから泣いちゃダメとか、男の子なんだからしっかりしなさいとか、このように言われ続けて何かと本当の自分を受け入れてもらえないような感じに育てられているからです。そんな男性たちは女性のいいよっていう言葉に自分を受け入れられた感が持てるんですね。〇〇してもいいとか、〇〇してもらっていいと言うと、うんいいよと答えてくれる、そんな彼女です。こういう女性は愛おしく思われます。男性はこのいいよっていう言葉にすごく安心して心が和むわけです。いいよは女性が男性を包む優しい言葉なんですね。なので皆さんも使えるときは率先して使ってみてください。ただ嫌なことはちゃんと断ってください。そして4つ目です。4つ目はその他大勢の中であなたが一番〇〇になります。男性はナンバーワンが好き、女性はオンリーワンが好きと言われています。つまり男性はその他大勢の中であなたが一番素敵が好きなんですね。そして女性はその他大勢の中ではなく私だけを見てくれている、まあ、オンリーワンですね。こんな感じが好きなんです。まあ中にはそうでない男性や女性もいますけどね。要するに男性は競い合ったり勝負の中で生きているので、その中で一番になりたいと思っているんです。ですから順位にやたらこだわる人が多いんですね。僕もなぜか順位によくこだわります。
幼稚園の時から大人になるまでの友達の会話を思い返すと、動物の中で一番強いのは何とか、クラスの中で一番喧嘩が強いのは誰とか、一番速く走るのは誰とか、ライオンとトラってどっちが強いのとか、ゴリラとクマが戦ったらどっちが勝つだろうとか、まあ、こんな会話ばっかりしましたね。まあ、なぜか一番にこだわるんです。男の差がですかね。ですから男性はモテている女性、すなわちクラスのナンバーワンの女の子が好きだったりします。一方で女性は自分の中で魅力を感じる男性を好きになる傾向があります。要は男性と女性では言ってほしいことが違っていたり、やってほしいことが異なっていたりするんです。そのあたりを理解していると恋愛はうまくいきます。なのでよく言われている、自分がされて嬉しいことを相手にもしてあげるといいですよ、というのは男女関係ではあまり通用しない時もあるんです。なぜなら違う方向に向いてしまう時があるからです。なので女性の皆さんがしてほしいことを男性にしてあげるということは、一旦考えてみるようにしてください。そしてしっかりリサーチしてあげるといいですね。例えばよくあるのが、女性は言葉で愛を表現してほしかったりしますが、男性は言葉で愛の表現がなくても信頼という行動で愛を表現してくれれば嬉しかったりするんです。信頼して自由にさせてあげる感じです。まあ男性にもいろいろタイプはありますけどね。要は男性はナンバーワン、女性はオンリーワン、これを埋めてあげればいいわけです。要は女性が喜ぶような、私にはあなたしかいないとか、私を分かってくれるのはあなただけとか、このようにオンリーワン的な感じではなく、日頃から会社上の中で一番あなたがかっこよかったとか、今まで会った中ではあなたが一番素敵とか、あなたが一番と、このようなナンバーワン的な表現をしてあげると男性を喜ぶということです。そうすると自信がつきますからね。以上が彼があなたにメロメロになる魔法の言葉4000になります。いかがでしょうか。皆さんは使っていましたでしょうか。まとめますと、まず1つ目が好きな女性が楽しい未来を描いている言葉、そして2つ目がプレッシャーから解放される言葉、そして3つ目がいいよという言葉、そして4つ目がその他大勢の中であなたが一番〇〇になります。ぜひこのお話を参考にして、彼のことをあなたの虜にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる魔法の3つの法則セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。